おはようございます8月17日火曜日の東京インフォメーションです東京都は就職氷河期世代を対象とした今年度の東京都職員採用試験の受験申し込みを受け付けていますこれは雇用環境が厳しい時期に就職活動を行ったいわゆる就職氷河期世代の人たちを対象とした採用試験で 受験資格は、1970年4月2日から1986年4月1日までに生まれた人です。試験案内は、東京都職員採用ホームページからダウンロードできます。試験の日程は、第一次試験が10月17日日曜日、第一次試験の合格発表は11月11日木曜日で、 第2次試験は、試験日が11月20日土曜日または翌21日日曜日のうち指定された1日で、最終合格発表は12月10日金曜日です。受験の申し込みは原則、東京都職員採用ホームページからのインターネット申し込みです。試験区分1類 B または3類のどちらかを選んでください。両方申し込むことはできません。 採用予定人数はそれぞれ10人ずつです今月23日月曜日午後3時までにお申し込みください8月は個人事業税第一期分の納期です個人事業税は今月初めに送られてきた納付書を使い今月31日火曜日までに納めてください納税には便利な口座振替が利用できます 金融機関、郵便局のページ対応のインターネットバンキング、モバイルバンキングおよび ATM のほかインターネット上の専用サイトからクレジットカードでも納付できますさらにスマートフォン決済アプリでも納付が可能で5月からは利用できるアプリも増えていますなお、領収証書が必要な方はお近くの金融機関、郵便局コンビニエンスストアまたは、都税事務所・ 都税支所・市長で納付してください。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合は、申請をすることで納税が1年間猶予される制度があります。詳しくは、主税局のホームページをご覧ください。なお、所得税及び個人事業税の申告期限が延長された影響などにより、納税通知書の発送が9月以降となる場合があります。その場合には、 納税通知書に記載された納期限までに収めてください。夏季 VOC 対策セミナーをオンラインで動画配信しています。VOC とは、蒸発しやすい有機化合物の総称です。日差しが強く、気温が高い夏の時期に多く発生する高化学スモッグの原因物質の一つにも挙げられます。夏季 VOC 対策セミナー 身近な VOC 対策、高化学スモックのない暮らしをみんなの手では暮らしの中の VOC エコマークを利用した低 VOC 製品の選び方大気環境配慮型サービスステーション EAS 認定制度について VOC 対策と化学物質のリスクコミュニケーションの4つのセミナーがあります環境局環境改善部化学物質対策課のホームページ 東京都 VOC 対策セミナーで検索して視聴できます動画の公開期間は今月三十一日火曜日まで参加費は無料、事前申し込みも不要です都内には緊急事態宣言が発令中です小池知事は先週の会見で九州など広い地域で発生した豪雨被害になぞらえて新型コロナウイルスの感染拡大防止に協力を呼びかけています 都民の皆さんや事業者の皆さんにお願いしているのは、同じ災害だと見えるか見えないかの違いであって、雨粒が重なって水流になるのと、一人一人の行動が重なって人流が増えるのと、それが結果として病床が塞がって、救える命も救えなくなるという恐れこれ。が今起こっていいるという 自分自身を、そして家族を、大切な人を守る、その行動を取っていただきたい、そのことを改めて申し上げます。ここまでで東京インンフォメーションでした